クローンベルク旧市街クローンベルクイムタウヌスは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区に属すホーホタウヌス郡の市で、ある。州指定のルフトクアオルトである。この町は、ラインマイン地方の人口集積地である、フランクフルト都市圏の一部である。都市名は、1220年から1704年まで、クローンベルク騎士課の主張であった、クローンベルク城に由来する。 ホルダータウヌス、特にクローンベルクと隣接するイニヒシュタイン・イムタウヌスとは、邸宅が立ち並ぶ高級住宅地として知られている。クローンベルクはドイツで3番目に裕福な自治体とみなされている。さらにクローンベルク・イムタウヌス市は2007年の平均購買力インデックスが連邦平均の179%を示した。この値は、 連邦全体のトップクラスの数値である。クローンベルクは、西は、ケイニヒシュタイン、北と、東は、オーバーウルゼル、南東はシュタインバッハ、南はイシュボルン及びシュバルバッハと境を接している。クローンベルク・イム・タウヌス市は3つの区で構成されている、クローンベルク、オーバーヘイヒシュタット、シェーンベルクである。クローンベルクは、タウス山地の麓に位置し、北、西、 東を森で囲まれている。クローンベルク城と13世紀から16世紀の本市で最も古い建築である、フライトを有する保存状態の良い旧市街の他に、ヘルホーフ、レセプトゥールホーフ、1440年に建造された、福音主義の聖ハン教会、フリードリヒスホーフ上館に改築された1758年建造の闘争教会、ビクトリアパーク、 栗林、果樹園、クローンタール水源公園内のクローンタール光線が見どころである。クローンベルクは1966年6月28日から州指定のルフトクアルトとなっている。アルトケーニヒの環状ドルイアとクローンベルク周辺の古代集落跡から様々な出土品が現れている。アルトケーニヒには紀元前400年頃、 ラテーヌ時代初期の感情土イがある。カロリング町時代にはすでにヒューナーベルクに感情土イなどの防衛施設が設けられていた。782年8月24日のドルシュ文書にハイクスタターマーカーが初めて記録されている。1220年頃にクローンベルク城が建設されたことで、すでにエッシュボルンにモットを所有していたリッター・フォン・アスケンバーンは分裂した。 フリューゲルヤは1250年頃にクローンベルクに入場し、これにちなんでクローンベルク家を称した。フォンエッシュボルンという名称は資料には現れない。1330年4月25日、ハルトムートフォンクローンベルクとバルターフォンクローンベルクは、城山の斜面の小さな集落に対する最初の限定的な都市権を皇帝ルートビヒ4世によって与えられた。 1367年3月31日、皇帝カール4世はウルリヒに、クローンベルク開墾地の市場開催権と、重罪刑事裁判権を授けた。1389年のエシュボルンの戦い1389年、クローンベルク騎士家は、ハットシュタイン家及びライフェンベルク家と共に、フランクフルト市に対していわゆるクローンベルガーフェーデを宣言した。 5月13日大動員されたフランクフルト兵がクローンベルク城に出兵した。ハーナウ軍とプファルツ戦定公軍がクローンベルクを救援するためにこれを包囲した。5月14日のエッシュボルンの戦いでフランクフルトが敗れ600人以上が捕虜となったが、この中には貴族の三次会員や強制的に動員されたツンフト会員もいた。ムブルク年代記は 以下のように記している。小さな群れが大きな群れを打ち倒した。これは奇跡じゃない。大きな群れは逃げ出し小競り合い。おお、フランクフルト。フランクフルト。この戦いを記憶に刻め。1389年8月22日の交渉で、当時としては法外長くの身の白金7万3000、グルデンでフランクフルトとの戦いを終結させた。フランクフルトはこの支払いに、 約120年間苦しみ、フランクフルト・アーラント・ベールの建設を始めた。しかしその後すぐに和平協定が結ばれ、クローンベルクとの同盟が模索された。1394年に、フランクフルト議会は、ハルトムート・フォン・クローンベルクを2年間、ボナメスの理官に任命した。1395年にヨハン・フォン・クローンベルクは、詳細な同盟条約を策定した。そこでは、 クローンベルクがフランクフルト市民とそのメッセを守る義務を負うとされていた。最終的には1398年に条約が結ばれた。この書状は現存するドイツ最古の保護条約文書とされている。1390年に現在はノイシュタットと呼ばれている第2の支壁が建設された。1655年のマテウス・メイリアンの同伴画に 描かれた、クローンベルク・ハルトムート12世、フォン・クローンベルクが、いとこのフランツフォン実金源によるトリーア及び、ボルムス攻撃を援助していたため、1522年、トリーア大使協理ハルトフォン・グライフェンクラウツ・ホルラーツ、ルートビヒフォン・デアプ・ファルツ、ヘッセン・ホーハク・フィリップは、クローンベルクの町と城を包囲し、無条件降伏を引き出した。ハルトムートは逃亡した。 しかしクローンベルクは帝国霊園であったためフィリップはルター派教会の守護権を分割する条件で1541年に城と町をハルトムートに変換しなければならなかった。この守護権はヘッセンダルムシュタット法白によって17世紀及び18世紀にその有効性が確認された。あの1626年から1649年の対抗宗教改革や 教会の脱宗派、1737年から1768年の共同教会化後も有効とされたのである。古い伝統を誇るクローンベルク家の最後の聖院は、1704年に、こうなさずに、神の祝福を受け眠るヨハンニクラス・フォンウント2、クローンベルク、イーベン、ローデンベルク、ホレンフェルス、アルテンバンベルクの領主と墓悲鳴に刻まれている。 白衣に昇格した後継者は、アールタールを見下ろすホーレンフェルス城で亡くなった。クローンベルクとシェーンベルク、ニーダーヘイヒスタッド、エッシボルンは、帝国霊園として、マインツ選定校に授けられた。闘争協会マインツ選定校は、クローンベルクの領主権を、アムト・クローンベルクとして行使した。マインツ選定校時代に、福音主義信者の住民の多くがマインツに、 宗教的な苦難について訴えている。クロー・オンベルクの教会闘争とも呼ばれるこの対立は、現在、闘争教会と呼ばれる建物の建設を機に、エスカレートした。この建物は1758年に、カトリック教会として、福音主義聖予反教会の隣に計画された。これが、福音主義住民の抵抗を引き起こした。この抵抗運動は、 レーゲンスブルクでの帝国会議まで継続したが、数年後に建設が聞き届けられた。建設工事は完成せず、首脳は再び破壊された。この建物は1768年から世俗目的に利用された。1801年のリュネビルの和役によりマインツ選定校は世俗所領を失った。これには帝国霊園のクローンベルクも含まれた。 1802年にナッサウウ人元皇がこれを占領し、1803年に公式に認定された。1813年にナッサウの命令により、死壁の大部分、アイヒエン門を除く塔や門が解体された。1866年の広島戦争では、ナッサウ公は住民たちの意に反して、オーストリアに味方し、その結果領土をプロイセンに献上することとなった。 1862年、クローンベルク国民銀行の前身である、ホアシュスフェライン・クローンベルクウムゲブングが設立された。ナッサウのアムト系ニヒシュタイン、アムトウージンゲン、ホムブルクは、1867年に、プロイセンによって、オーバータウヌス軍に統合され、1868年には、新設された、ヘッセンナッサウシュービースバーデン管区編入された。 19世紀中頃に、裕福な工場主、商人、銀行家が、フランクフルトのすぐ隣に位置する、牧歌的で気候の良いタウヌス地方の小都市に着目し、クローンベルクやシェンベルクに、邸宅や夏の別荘を建設した。アントン・ブルガーやヤーコブ・フィルヒテゴット・ディールマンといった、芸術家も1850年頃からクローンベルクに、移り住み、クローンベルク芸術家コロニーが形成された。 このコロニーは第二次世界大戦後まで存続していた。クローンベルクの画家の作品のいくつかは闘争協会内の美術館に展示されている。1900年頃のクローンベルク、ハウプト通りそれまで小農と職人による村楽風の小都市だった。この街はプロイセン時代に鉄道フランクフルトレーデルハイムクローンベルク線の建設やフリードリ飛行費で、 ビルヘルム二世の母親、ビクトリアの隠居所フリードリヒスホーフ城が設けられたことで重要性を獲得した。フリードリヒスホーフ城間にヨーロッパの危険たちが足しげく訪れたことで駅の敷地内に皇帝の待合室が建設されたが1930年頃に破壊された。1891年に皇帝ビルヘルムはクローンベルク城を プロイセン政府から買い上げ、母親へのプレゼントにした。この城は1892年から1901年に、ルイヤコービとの共同作業で贅沢に改築されていった。1892年、クローンベルク市に電気を供給するために発電機が取り付けられた、走行可能なトラクションエンジンが、ジーメンスハルスケによって、クローンタールに設置された。数年後この車両は、 バーと増田の現在の MKW の敷地に移され、ここで予備機として利用された。1918年から1928年まで、クローンベルクはフランス統治時代に形成された行政体である、K、ニシュタイン軍に属したが、この軍は1928年に再び廃止され、オーバータウヌス軍に編入された。1933年10月17日、 内務大臣により、クローンベルクのスペルがクローンバーグから、クロンバーグに変更された。これは、C による綴りが国家社会主義者によって、ひどい敵とみなされたためであった。1933年12月23日に、最後の都市運営会議が開催され、運営責任者である、マギストラートと、都市運営会議が廃止された。これ以後は、軍庁から指名された市長で、 NSTP 都市グループ指導者のビルヘルム・シャウプが唯一の市の代表者となり、数人のラーツヘルが補佐として付き従った。現在フィデルティ・インベストメントの本社となっているビラムに1936年に NSTP によるガウ教育施設1940年からは予備野戦病院が設けられた。 1943年11月18日から19日かけての夜間になされた小夷弾攻撃によって旧知礼廃堂が大きな被害を受けた。小屋組は後に半分だけ復元された。1945年3月29日、クローンベルクはアメリカ軍第3軍に無戦闘で占領された。クローンベルクとその現在の地域は 第二次世界大戦で約400人を失った。6人のユダヤ系住民が牢獄、または強制収容所で亡くなった。第二次世界大戦国ローンベルクは、アメリカ占領政府統治下に置かれ、クアヘッセン、アメリカ管理地区ナッサウ部分、ヘッセン人民国のラインガーウガン地区から形成された、グロースヘッセン、現在のヘッセン州に属した。アロシウスミュンヒ1946年、 強行ピュース十二世によるドイツの難民のための強行施設はクローンベルクに移動した。強行施設訪問と行事のリーダーはノースダコタ州のファーゴ司教でドイツ出身のアロイシウス・ミュンヒであった。彼の主牧任務には東欧からの難民や非移放者の魂の救済が含まれていた。彼は1949年の夏までに貨物車両約950台で、 教皇庁かかららの救援物資をククローンベルクからドイツ全土に輸送するよう組織した彼はアメリカ政府からも支援されていた。クローンベルクで活動に取りかかる前から彼はドイツのアメリカ軍政府の宗教的事項に関する連絡代表者という事例をアメリカ陸軍大臣ロバート・ポーター・パターソンから受けていた。ミュンヒはその人脈で 破壊されたドイツに対するかなりの額の寄付を仲介した。ドイツ連邦共和国成立後、クローンベルクの教皇施設は1951年に解散した。ミュンヒはこれに先立ち1950年10月28日に、ヨハネ23世によって、大主教兼ローマ教皇庁、中ドイツ連邦共和国大使に任命された。彼は1951年3月9日に、 バート・ゴーデス・ベルクに着任した。暗号名、アーティ・チョーク作戦のもと、CIA は1950年代にシュスター邸で、おそらく洗脳、薬物、催眠、拷問を含むスパイ活動を開始した。クローン・ベルクは、2010年に、死の会計責任者が、合計28万ユーロを横領した容疑で、法廷で釈明なければならなかった事件で、全国的に知られた。 彼は2011年に有罪判決が確定し、3年9ヶ月の自由刑が課せられた。ヘッセン州の地域再編に伴い、州政府は1972年4月1日に、クローンベルク市とオーバーヘイヒスタット、タウヌス及び、シェーンベルクと合併し、クローンベルク、タウヌス市を創設した。クローンベルク地区、シェーンベルク地区、オーバーヘイヒスタット地区は、 基本条例に基づき、地区議会と地区長を有する行政地区を形成している。行政地区の協会は、かつての市長村境が用いられている。1977年1月1日、本市は公式に、クローンベルク・イムタウヌス市に改名した。クローンベルクの福音主義市協会協会クローンベルク、イムタウヌス市長者クローンベルク・イムタウヌス市の市議会は33議席で構成されている。 市町村合併後の市町を列記する。図柄上下に分割。上部はさらに銀と赤に交互に上下4分割。下部は銀字で3から2から1に配置された青い小さな鉄株と解説。この紋章は1907年にこの形で公式な町の紋章となった。1681年の裁判員は同じ縦型の紋章で、その上に冠と クローネン家を示すクレストとして、モミのカサカ状の羽飾りが付けられている。カンムリの金色とモミのカサカの黒色の配色も1907年から公式に認められている。クローネンベルクの死の色は赤から白から青である。公式な姉妹都市協定は締結されていないが、ドイツ、ラインラントプファルツ州のグルデンタールと友好都市関係にある。ビクトリア公園、 白池の噴水クローンタール水源公園の高専源クローンベルクのシュールワルテンクローンベルク市民は青年、文化、スポーツ部門で活発なクラブ活動を組織し運営している。最も古い団体は1938年創立のクローンベルク射撃会である。祭り主ン通り周辺の旧市街で開催される最大の市街祭がテイラー・ケルプである。 テイラー・ケルプイッコール・フェライン1967の創設以来再び祝われるようになり、毎年7月の第1日曜日後の火曜日と水曜日に開催される。開催日の2日間は、ミス・ベンベルト・テイラー代表からなる、テイラー・ペルヒエンが祭りをコントロールする。その他の祭り、マーケット・オンダク・フェスティバルその他のフェスティバル・クローンベルク、ジョー・クローンベルク・イム・タウヌスのブラウン本社、 シュロスホテルクローンベルクオペル動物園、アフリカサバンナエリアの入り口クローンベルクは、アクセンチュア、ブラウン、フィデリティインベストメンツといった多くの国際企業の所在地である。クローンベルクには、リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールドグループのシュロスホテル、クローンベルクがある。クローンベルクとケイニヒュタインとの間には、アダム・オペル創業者の孫であるゲオルク・オペルが設立した。 私立動物園を母体とするオペル動物園がある。果樹栽培では特に栗とイチゴ畑で有名で、その他にもいくつか果樹園がある。クローンベルクには農業が盛んな時代があった。この地域では大変多くの果樹が栽培されており、特に1786年から1813年までクローンベルクで活動した牧師で、 果樹栽培研究者のヨハン・ルート・ビヒクリスとの働きが顕著であった。組合方式の果樹管理会社やシャンツェンフェルトのマーケットホールが設立された。地域全体で例えばイチゴは1950年代までクローンベルガー・エルトベーレンという商標で流通していた。果樹園でのリンゴ栽培は重要でアップルワインが作られている。 ケステとも呼ばれるクローンベルクの栗も忘れてはならない。ゲーテは、ここの栗をバイマルまで送らせていた。道路ビースバーデンからバートホームブルクへ通じる連邦道 B455 号線が、バイパス道路として、クローンベルクの北端を通っており、クローンベルクとアウトバーン A3 号線及び A661 号線とを結んでいる。街の南側は A5 号線及び、 A66 号線に通じている。クローンベルク駅鉄道及び公共旅客交通クローンベルクはフランクフルト S バーン S4 号線の終点である。この路線はクローンベルクとフランクフルト内市街、フランクフルト中央駅、エシュボルンを結んでいたクローンベルク鉄道の後継路線である。S バーンはラインマイン交通連合に組み込まれている。 さらにクローンベルクには2001年から3つの路線からなるシバス網が存在する。これらのバスは S バーンと同様にラインマイン交通連合に組み込まれており1年あたり約38万人を運んでいる。地理的にシバスがカバーしていない地域や運行時間外には乗り合いタクシーを利用する。また地域バス路線がクローンベルクと近隣都市あるいは フランクフルト北西中心部とを結んでいる。クローンベルクのシバスの営業初期には、市議会のみならず市民の間でも、政治的な論争が起こった。原因は、当初の承認要件を縮小した、初期計画の誤りと政治的多数派勢力が交代したことであった。その後シバスは、ポジティブな地位を確立したものの、営業成績が悪いことからない市外の、近郊交通縮小が議論されている。 2013年初めからフランクフルトの交通部局は現在はフランクフルトプラウンハイムのヘール通りが終点となっている U-Bahn U6 号線の延伸について検討を行っている。フランクフルトの交通部局はプロジェクトの具体的な調査検討を行っている。これによりヘルフィコールパルク産業地域に駅が設けられる可能性がある。エシュボルン市長によれば これは、エシュボルンの地位を、さらに向上させる。このプロジェクトの詳しいスケジュールは、まだ明らかでない。近い将来、エシュボルン、フランクフルト、オーバーウルゼルの代表というバーンをテーマとした意見、交換会議が持たれる。ホーホタウンス軍のヘッセン緑の塔は、U6 号線の延伸についてシュタインバッハと、クローンベルクの駅設置を抗言した。 ホーホタウンス群のオーバー・ウールゼル氏は長らく前から、ユーバーンの U3 号線によって、フランクフルトのユーバーン網に接続している。クローシューレ・シェーンベルクのビクトリア・シューレその他の教育施設ベルリンオリンピックで、最終聖火ランナーを務めるフリッツ・シルゲン晩年のドイツ皇后ビクトリアこれらの文献は、翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。